ワイがひどすぎて、毎日ストレスになってる。携帯の不具合が。明けましておめでとうございます。今日も何も喋らない配信になりますが、その前にね、コメント最近 SNS の更新すごい頑張ってるよSNS の更新すごい頑張ってるから見てほしいな。更新頑張ってね。そう、インスタ今日はリール動画更新しました。さっき更新したばっかりで、ちょい見たら再生回数が良かった。今は分からない、更新した結構すぐ。ほうほうほう、最新のストーリーのやつ、ありがとう。6日の夜コイン当たった。おお、ありがとうございます。卒業発表してから初の公演、ぜひパミペンライトね、前のと今回の両方振っていただけたらと思います。インスタのリールちょい見よっか。すごい、まだ投稿して何分くらい、10分くらいでもう1000再生回数超えた。今まで一番早いかも、わかんない。ありがとうございます。ぜひ見ていただけたら、パミペンライト持っていきます。ありがとうございます。ぜひ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 。パンです。おお、あずきです。ありがとうございます。ファンです。新しいペンライト、分かりにくい。前回のよりちょっと分かりにくいけど、やっぱ分かるよ。一瞬まだ慣れてないかも。分かりにくいっていうか、まだ慣れてなくて。前のはもう半年以上見てたので、もう慣れてて、新しいまだ慣れてない。パミペンライトあったら普通のペンライトはいらないかな。まあねそうだね結局私パミ探すから、探しちゃうから、ね、結局パミ探しちゃってて、そんな見ないかも、普通のペンライト。だからユズを無視した。わざと無視したわけじゃないけど、もうパミばっか見てて、パミばっか探してて、隣にいたのに全然気づかなかったのもあるので、まあいらなくいいっていうか、まあ私にレスしてもらいたいならそうだね、パミばっか見ちゃうから私は。
そうだね。でも自分も気をつける。パミばっか見てて小豆見なくなっちゃう時はある、たまに。それは自分が悪い。あ、うちはいつもの持っていきます。わかりました。うちはとパミペンライト探します。ちょっと久しぶりの僕体だから、まだ覚えてるかな。1ヶ月ぶり、1ヶ月ちょいぶりの僕体。あ、待って、 X まだ投稿してなかった。夜ばかりでどうしてもいい女に収まれなかった。これは全部1年前の自分が想像できなかったから。ポストする。送信した。SNS の更新頑張ってるので見てほしいな。こんばんは、おけむです。あておめです。今年まだ家出てないんです。今年まだずっと家の中にいます。明日も一日家にいる予定でございます。ストーリーまだ更新したいからちょっと待って。ストーリー更新する。今日は作業配信なのであんまり喋りません。そんなに期待しなくても大丈夫です。むしろ期待しないで。いい。今日はなんかね、映像じゃないわ、映像だけど、次の YouTube の更新ね、親が東京に来て、その時撮ってもらった動画だけど、ちょっと素材が少ない。
ちょっと素材が少ないのと、なんか横縦逆だったりそういうのがあるので、ちょっと編集頑張ってます。編集すごい時間かかっちゃうの、私の YouTube。ストーリー更新しました。いろんなところで動画撮った。いろんなところでもないな、いろんなところでもないけど、まあいろんなところでは、なんか思ったよりちょっと尺も短い。まあ別にいいんだけど、あんまり長い動画撮りたくないけど、アフレコとかも入れる。ぐらいちょっと足さないと短いかな。ちょっと足りない、撮り高がちょっと足りないけど、編集でどうにかする。頑張るね。では今 X 見てるけど、こちらもね、まだまだコメントお待ちしてます。あ、まだ明るい。こちらコメントお待ちしてます。なんかね、振り返ってみたら、あ、今年結構いろいろね頑張ったなって。でもね、写真がね本当は12枚だったんだ12枚だった。なんかねコメントでね、12枚どこでしたっけ、4枚と言いながら実質12枚使ってる、ずるいやんってそうなの、実質12枚使っちゃった、収まらないのくらい怒涛だったね。怒涛っていうかありがたい。今年は何ができるんだろうって、まあ決まったものもあったり、卒業公演もね控えてて。あ、エゾモンさんから明けおめいただきました。明けましておめでとうございます。そうだね、卒業公演とかやりたいこととかも実現できそうな、実現するものもあったりして、今年はそうだね、特別な年に、今年も去年はすごい特別な年だったんですけど、今年も特別な年になると思いますし。あ、待って、 YouTube 登録してます、ありがとうございます。あと数人、5人くらいで4000フォロー登録者数になりますあとちょっとで。 TikTok もね、あ、待って、今日 TikTok も更新した、そういえば。一瞬見てみるわ。今日 TikTok も更新しましたよ。あ、コメント見てみよう。6日公演にパミペネド持って行っちゃおうかしら。ぜひぜひ。イベント会場で全部ゲットしました。パミグッズたくさん増えるといいね、頑張るね。かわいいニット帽、うん、ウサギのニット帽パミ増えて嬉しい、ぜひぜひ。パミかわいいグッズ買いました。ライト劇場に持っていける日楽しみ、ぜひぜひね。うん、マチャリンくらいだよ。
AKB 卒業してからの方がむしろ推したくなってきたメンバーありがとうございますそれは嬉しいわ、それは嬉しいです。そんなこと言っていただいてて初めて言われたかもしれないじゃあ押してくれるのをお待ちしておりますね嬉しいわ。 TikTok なぜか通知が半日後に来る遅っ。でもインスタグラムと X は結構すぐ、インスタグラムちょっと見てみよう。おーすごい、え、コメント数私何時投稿した、まだ半時間30分くらい、え、めっちゃ反応が良くて、じゃあもう見てみよう。ちゃんとね、ってことは今日 X も TikTok も Instagram も更新しました。はあ、結構更新したね。土曜日公演当選待ち、わお。え、でももう分かった人がいたから、もしかしたらぜひメールチェックしてください。途中めっちゃ好きなカットがある、をぜひストップしてあ、待って、パミのインスタグラムも更新しよっか、ちょっと待って、あ、パミのインスタグラムフォロワー増えてる、パミのインスタグラムも更新しよう。わ、更新したらね、今日はTikTok、インスタグラム、X、パミのインスタグラム更新するっていうことで、新年ありましておめでとうございますの投稿がないけど、まあストーリーはしたからストーリーはあったけどね、はい、シェア、パミの投稿で自分のアカウントに投稿しちゃったことあった、即削除したけど、ぜひパミのインスタグラムも何度も何度も言ってますが、騙されたと思って一回見てほしいんです。めちゃめちゃ綺麗です。もう本当に見てほしい。今もう100登録は超えてる？超えた、パミのインスタグラムの通知が早いの、ルックいいねした、お、コメントもお待ちしてます。やっぱ SNS の反応を見ちゃうので、ちょっと X まだ見ます。
うわ、不具合で。ほら、不具合、もういつも不具合。え、これ本当にどうすればいいんだろう。コメント読みます。今年はマチャリンさんの舞台も見に行きたいんです。お、しかもゆずりはマチャリンの方書いてくれてる。そうだね、もう前回のジョーステでね、まあジョーステだけじゃないけど、あ、本当は待ち時か。でもジョーステの、あの応援ビジュアル書いた時も、あ、応援ビジュアルで今の名前書くのはもう最後かってなった。AKB48 って書くのも最後か、応援ビジュアルにって思った。2023年のマチャリンの出演した舞台はどれもすごく素晴らしかったんです。マチャリンの演技も素晴らしかった。次の出演する舞台が楽しみ。ありがとうございます。何作品見てくださったんだろう。え、全部じゃないよね。え、でもね、たくさん見に来てくださったことでありがとうございます。そうだね、今年はまだ、そうだね、今年よりは少ないと思うけど、多分おそらく新しい挑戦になるものもあるかもしれません。自分もおー、ついこの日来たかっていうのもあるかもしれません。ぜひ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 見に来てください。え、待って、自分もそのタグスやりたい。そうだね、でも私欲張りで、あの本当は 4枚じゃなかったけど、4ジャンル強いて言えば4ジャンルね、 4ジャンルの投稿した。ぜひぜひ、もうあれとあれしか思い浮かばないけど、あれにします。え、4枚だよ。すごく活躍した1年でしたね。可愛い写真いっぱいいっぱいだ。今年もいろんな活動を楽しみにしてます。ありがとうございます。全然違う話してもいいんですか。星を女王に押すと、あのウミカノの写真逆だった。乗せてから気づいた。逆やはん、キャーってなった。乗せてから気づいた。え、待ち時、ウミカノと待ち時の写真は隣だった？え？2連続？え？外の舞台？え？違うよね？え？から気づいた。去年7作品中5作品はイルミナスの舞台だから。海カノと町時は外の舞台だから。 YouTube 編集後で編集します。今ちょっと SNS 見ます。そうだね、え、2連続外だったっけってなって、あ、逆だった。4枚に収まらないくらい充実した1年でしたね。今年倍の8枚に収まらないくらい充実した1年になりますように。あ、でもね、今回もあの4枚に収まらないので12枚にした。本当はまあ、まあね、12枚、贅沢だね。写真4枚中にさらに写真が詰め込まれてて、マチャリンらしさを感じて笑う。そうだね、本当は4枚じゃない、強いて言えば4枚じゃない。大活躍な2023年だったね。応援させてもらってて楽しい1年でした。2024年ももう2日も終わろう
とあーなんかねプションってなっちゃう、終わろうとしてるなんて早い毎年ね1月のスピードはいつもありえないくらい早くない？1月いつも早いの、いつもいつも早い、一番早い月は1月で4枚ではないけど可愛いからよし激ヤマだね。本当はもう4枚じゃない、いろいろ盛りだくさんな1年だったね。今年はどんな活躍を見せてくれるのか超楽しみしてるね。優しい、頑張るね本当に。まあ、さ追加のコメントでも書いたんですけど、何ができるか自分の努力次第、本当にそれ、本当にそれです4枚と言いながら実質12枚使ってる、ずるいやん、ずるくてごめんね改めて怒涛でしたね。今年も楽しみだ、今年も楽しみにしてください。今年今回は一応ジャンル的に4つだけど、ね、写真は4枚だけじゃない、昨年お芝居頑張ったのは本当に尊敬します。今年も期待してます。うん、ありがとうございます。ぜひまた見に来てください。そうだね、皆さんのコメントは私のね力になるので、ぜひ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 わかる、収まりきらないよねそうなの、本当にありがたいことね。来年はどうだろう、来年は何枚くらいになるだろう推しのお仕事を推すお仕事ぜひぜひ。でもね、皆さんのコメントはね読んでていつも元気になる。今どうしよう、じゃあパミのアカウントのコメント読もうかパミのアカウントのコメント、パミぬるぎぬいぐるみ欲しい、優しい、私も欲しい。なんかね今ピレバンさんと文房具さん、お文房具さんというキャラクターがあってコラボしてて、すごいよ、めっちゃすごくて写真撮ったよ。ちょっと待ってね、どこだ、見てほしい、これとかグッズもねすごく可愛いの、めちゃめちゃ可愛くない？可愛すぎない？めちゃめちゃ可愛くて、これもねもう本当に可愛くて、いろんなグッズ、これもシリコンライト、いつかパミの出したいなって、これは本当に夢だからね、ぬいぐるみ欲しい気持ち私は皆さんに負けないよ。でもこれくらい人気にならないとできないものなので、ぜひ拡散して、私も頑張る、私も本当に頑張る。今パミ結構頑張って書いてるし、パミのこと本気で考えてる、なんかね
ある意味ね、ある意味でパミのマネージャーうちのパミをどうやったら折れるだろうっていう、うん、すごい考えて、でも動いてるよ、動いてる。でも結構時間かかると思うので、そのね、前も言ったけど、今はあのインスタグラムに負けないくらいの対策を書いてるの。とあるものを書いてて、とあるものを書いてるので、そうだね、そうだね、うん、ちょっと時間かかっちゃう。その間はぜひ拡散してください。とあるもの、とあるものです。もののUFO キャッチャーに出てくるといいね。うん、頑張る。クレゲームやってみたいね。それはあー、いつかね。コメントやってチラッとだ、そうだね、今年最初の更新。あのね、ここ、これはパミの紙絵文字の、第2弾。ここ全部その第2弾出てる絵文字だった。この子含め、この子含め、全部第2弾出てる子たちの顔だったので、ぜひ使っていただけたら、一つ一つとコピペして並んで載せました。15体だけど。パンダ丸さんからめっちゃ可愛い、ありがとうございます、ありがとうございます。自由楽観感、そうだね、だからこの子描いてよかったなって思った。ピョーンって、これ全部その絵文字2の中に出てくる子たち。だからね、一個一個の展開ね、全部意味あるの。一番最初は誕生で、あのイベントで、イベントグッズ、これは一番最初で、次は LINE スタンプ、こちらは LINE スタンプの絵文字ね。で、これは壁紙で、次はペンライトじゃないわボールペンで、こっちはステッカー。もうパミショップオープンして、そうだね、ボールペン、ステッカー、そして追加のアクリル、アクスタで、こちらはラインスタンプ、それも書いてる、 LINE スタンプで、次は LINE 絵文字で、次はこの色見たら多分分かる人は分かる、うん、だから全部一つ一つ意味があるの。一つ一つ意味があるので、ぜひ是非フォローして。どこかというと、マチャリのインスタグラム、ここじゃないですか、のパミっていうタグがあって、こちらでございます。こちらです。ぜひぜひね。ちなみにさっきのリール動画ね、もう3500、え、早い、
嬉しい。ちょっとコメント読みます。忙しいね私、 X のコメント見て、インスタグラムのコメント見て、パミのインスタグラムのコメント見て、 TikTok のコメント見て。表情よくて写真な写真ばっかり。そうなのね、素敵なカメラマンさんに撮っていただいたので、めちゃめちゃいい写真ばっかりでありがたい。たくさんのコメントお待ちしてます。ではそろそろお仕事するか。もう忙しい忙しい、なんだろう、本当に今自分暇だなと思う余裕がない。もうファミ、 YouTube、 SNS 更新、全部ずっといっぱいいっぱい。ありがたいことね、うん、暇っていうね。 YouTube 常に、まあ最近更新してないけど、YouTube だったり SNS だったり、自分磨きもね、本を読まないと。本読んでないけど最近まだ本を読んで自分磨きもしないと。だから全然暇っていうか感覚がなくなった。いいこと、いいこと、いいこと。はい、では編集スタート。画面見なくなっちゃうよ。頑張るね。いきます。
言葉あるじゃないですか、カバンを背負う。でもあの片方でも背負うっていう言い方する、え、カバンを負うまではないけど、なんて言うんだろう、あれ、なんて言うんですか、背負うって言わないよね、片方の。するよ。かける、あ、かける、確かにかけるわ、あ、確かにかける、かける、うん、ありがとうございます先生。背負うと書いて背負うとも読むね。あー、知ってる。ね、チーム A 公演の歌詞にあった。最初分かんなかった背負っているものすべて捨ててって歌詞でね、背負うって書いて書いてたのね。後から知った。背負うって歌ってないやんって思って調べたら、しょうって読む。この写真はどこだ？あ、ここだ。
編集久しぶりすぎてどのボタンがちょっとわからなくなっちゃった。これじゃない、あでもこれか。うわ待って、本当にちょっとやばい、これじゃないか、あこれだったか、されないようにたまに急に声出します。以上。
YouTube 最後更新したのは何月だっけ、あれ何月、夏頃だよね、5ヶ月前、8月1日、あそうだ、せいじゃの誕生日の日だ。あら、やばい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 、全然更新してないやん。
ドッパンされるのでちょっと喋ります。スピンは、やっぱ今編集してメイクしてる自分見て、スピンの自分見て、はあ、あってなった今。うん、休みの日だから今日はメイクするのめんどくさい。作業中に SNS いろいろコメントしてきました。素晴らしい、あずきの鏡。では編集続きます。首、うん、YouTube を登録していただけたら非常に嬉しいです。
ねえマチャリンこっち向いてごめんね今お仕事してて。作業配信作業配信、何のミッション？え、YouTube の編集？編集してる。 YouTube の編集は皆さんより皆さんが思ったよりもすごい時間かかります。あとここ、こう、あとこれくらい編集したらちょっと喋ります。 SNS のコメントも見ますね。ちょっと待ってね。とりあえず、あ、じゃあこの間 SNS ぜひコメントしてください。ペコ、
け、よいしょ。いや、休憩しないと首が痛い。明けおめ。一旦休憩。髪の毛、いや、あ、初見さんまだいる？全然喋ってなかった私。編集大変やね。疲れ目に注意やで。うん、そうだね、気をつけます。定期的にコメントを読まないといけない。首と肩周り回しましょう。ブルーベリー食べよう。え、ブルーベリーない。みかんならある。今日みかん3つ食べました。昨日4つ食べました。食べ過ぎ？予定だとどれくらいで YouTube 動画編集終わりそう？え、全然。 YouTube 動画ね、私皆さんが思ったよりすごい時間かかっちゃうの。結構時間かかる。コメント見よう。 あ、まだ不具合。X のコメント見てみます。マチェの影響で今日みかんを買ってしまいました。あ、みかんぜひ食べてください。みかんいいよね、美味しいし。コメントね、ぜひお待ちしてます。読みます。さっきも、あ、2023いろんなことに挑戦して本当にすごい。マチェの姿にすごく勇気もらいます。今日マガジンゲットできました。あ、 BB マガジンでね、こちらの嬉しい。ぜひぜひ。ぜひぜひゲットして読んでいただけたら。マチェの未来に期待してるから頑張ってね、マチェに。優しい。期待してください。もう今年活躍できる一年にしたい、する一年にしたい。頑張るね。インスタグラムも見てみます。おお、すごい、あの反応が良くてありがとうございます。コメント読んでます。カメラマンの才能かい。あのね、本当に素敵な写真撮っていただきました。ぜひあのカメラマンさんの SNS も見てください。タグしてます。タグしました。ぜひね。あ、お洋服もちろんピントです。のフィントです。と、TikTok も更新しました。 TikTok も見ます。忙しい忙しい忙しい。6日の夜公演当たったのでパミペンライトをたくさん振るね。
たくさん振ってください。ニコチね、フルナジ、たくさん振ってください。ぜひ探します。ちょっとちっちゃいけどね今回の、なぜかすごい小さくなっちゃって、え、前回の方が大きかったのにめっちゃ小さくなったなって、うん、音まだ慣れてないけど探します。そもそもアクリルペンライトあるメンバーがそもそも少ないので探しやすいんです。それでも、うん、だからぜひたくさん送ってください。そしてパミのインスタグラム、忙しい忙しい忙しい、パミのインスタグラムぜひフォローしてくださいね。あ、素敵な UFO、 UFO キャッチャー、 UFO キャッチャー、え、 UFO キャッチャー、え、イントネーションわからない、 UFO キャッチャー、 UFO キャッチャー、イントネーションもどうだろう。いつかリアル見れたら嬉しいなね。自分もいつかね、できたらいつかやりたいな。そうだね、自分もすごいやりたいんです。ぬいぐるみ絶対いつか出したい。リリースされた時に買ったよ。そうだね、めちゃ小さだね。テープ貼ってるの、貼ってあるところもすごく細かく書いてあってびっくりしました。パミのお母さんのこだわりを感じました、うん、そうです、そうですね、こだわってて文字はそういうことだったのか。そうですよ。そうだね、皆さんからしたらあの半分しか、最初は半分しか見えないので何書いてたか分かんないと思うんですけど、何あなただったのね。そうですね、上操作してた、パミあなただったのね。そうです、操作してたんです。私は自分で書い、自分で想像して書いたんですけど、皆さんはもうあの次の投稿がないと分かんないよね。これはどんなことなのか、1枚だけだと分かんないよね。皆さん側の気持ちちょっと味わってみたいな。私はもう全部自分で考えて書いたので全然そのサプライズがない。今761フォロワーさん、ぜひぜひこれからもっともっと見てほしいな。インスタグラム、さっきのリール投稿はあとちょっとで6000になります。え、ありがとうございます。そんな、ありがとうございます。クレーンゲーム、え、クレーンゲームなの。あ、待って、じゃあこれも直さなければいけない。そうでもない、スイカの通る、え、でも AKB の曲の歌詞あったよ、だるい感じっていう曲でね、ただいま恋愛中公演の中の UFO キャーチャーひとりでっていう歌詞があった。クレーンゲーム、そう、パミビレバンのインスタも、ビレバンさんのインスタも X もフォローしてるよ。これからコラボするのでフォローしてる、フォローさせていただいてます。うん、そうだね、2月だから。でも本当に自分のお仕事もそうだし、パミもそうだし、次あるかどうかはそうですね、皆さんの思い次第です。いろんなチャンスあっても次あるかどうかは自分の努力次第もそうだし、皆さんの思い次第もすごい大事です。ぜひ楽しみにお待ちください。
ハミのコラボグッズ、一応コラボグッズね、リストはあったけど、不具合、助けてください。こちらです。2,3,4,5,6,7,8,9,10、こちら、待って、一つなくなった。一つなくなったのがある。ちょっとファミスタに聞いてみる。めっちゃ今更だけど、めちゃめちゃ今更だけど、でももうこれ盛りだくさん、もう一個はいいか。リアル、あ、リアルじゃない、アクリルの大きい時計、目覚まし機能はわからないな。でもさっき見せたそのあれ、いつだっけ、この時計ね、時計あったの。これを見て、あ、こんな感じなんだって思った。こんな感じね、なるほどねって。なんか形は自由って言われたけど、なるほど、自由ってそういうことかってなった。本当に自由だった。私はシンプルの曲線を描いたけど、めっちゃシンプル、なるほどねって思った。とか、でも目覚まし機能あるのかな、なさそう。ちなみに今と目覚ましは時計でやる方どれくらいいらっしゃるんですか。今みんなスマホでやってるかと。今結構スマホをやっぱ時計派？時計派ですか？私全然スマホです。スマホだな。アップルウォッチの目覚ましが最強。それは iPhone と何か、何が違うんですか？iPhone しか使ってないから大きい時計でもあったらなって思った。ああ私、うん、確かそっか。でもついてなさそう。それは知らないけど、おそらくないと思うのね。
ないな。電波時計で連続秒針、読み方わからない。あ、それも私が決めれるものではないんですが、そうだったらいいですね。ちょっと私はそれ、そこまでの権利持っておりません。秒針、そうだね。私もそのダッ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 の音が苦手かも。あの音だとちょっと気になっちゃうよね、いろいろ。パミグッズもっとたくさん出てほしい。ありがとうございます。でそれはなんかね、自分の努力次第だけど、どれくらいの方に欲しいっていただけるのはやっぱね、そうだね。さっきも言ったけど、なんかね、この話してすごい小豆に圧かけてるように聞こえるけど、まあ圧かけてはいるけどやっぱね、次あるかどうかはね、あずきの応援次第。それこそ1回目の生誕祭の時にたくさん応援 していただいたので、2回目の生誕祭ができたのね。パミグッズもそうですし、でも2回目のパミグッズ、生誕祭のパミグッズの数字がちょっと微妙だったのも事実だし、だから次のイベントでどれくらいパミグッズ出せるかは、パミショップ、今自分の中で数字見てる戦ってる。うわー、出たら速攻で取りに行くでござるよ。本当？あ、ちなみに店舗の販売ではないらしいです。予約になります。やっぱ今パミの知名度がまだそこまで、店舗に並んでいただけるような知名度まだなくて、今は予約になるんです、多分、おそらく。圧かけても買うか決めるのは小豆次第だから、圧かけても OK よ優しい。まあ確かに買うか買わないかは小豆次第だけどね。早く予約したい。うん、来月でね。もう来月だ。ワン、もう来月です。予約しますよ、予約するよ。ありがとうございます。パミ調べてこよう。ひらがなのパミでちっちゃいイで調べてみてください。今ねパミまだそんな知名度ないんですが、皆さんぜひ拡散していただけたらと思います。自分も頑張って書きますね。昨日パミの X 投稿したけど、ちょっと見てみますね。遅い、本当に不具合がひどい。不具合ひどいよね、私の携帯。あ、出てきた。金写真ね。これ20分くらいで描いた。一瞬で描いた。バランスちょっと悪いけど、粘だけね、なんかちょっと太いバランス悪かったーで乗せてから気づいた。
ぜひたくさんファミを拡散して下ろしていただけたらと思います。なんかね、本当に宣伝したいことが多すぎてリットリンク改めて更新しました。こちらのリメイクもそうだし、 YouTube もね、 YouTube 不定期更新中って8月の動画だけどとか、そうだね、ここもちょっと更新して、あ、そうなの、取材も一応今5社出したのが5社かな、まとめてて、え、5社以上だったらちょっと教えていただけたら更新します。自分もちょっと把握してきてなくて、5社、一個一個ね、素敵な取材していただいて、ぜひ読んでいただけたら、全部リットリンクのところにまとめてます。リンゴって書いてあるけど、そういえばリンゴジャム好きなのよね。そう、ファミはリンゴジャムが好きです。それはまだいつか話しますで、ここを更新して、そうなの、デザインもこれ昨日今日更新したんです。デザイン今日かな、デザイン、このデザイン欄ね、もともと料理欄だったんですけどあんまり新しいものがなくてデザイン欄にして、デザインとクリエイター分けてる。デザインはリメイクのデザインで、クリエイターはファミって書いてる。どう？この分け方は。え？サイト見たらアクリルスタンドキーホルダー売り切れてた。本当？あ、本当って、目の前にこれショップがあって。え？本当に？え、在庫あるよ。売り切れは前回のか、前回の、待って、福愛、前回のこれはソールドアウトだった、3つとも、ありがたいことに。で、今回はまだあるよ、3つまだあるので。そうだね、アクリルペンライトも、残っておりまして、ちょっと遅いな。不具合、携帯の不具合はひどいよ。していただけたら嬉しいな。ファミショップ、早くアップルに相談しなさいって。だね、本当にもう相談するわ、本当に。それはじゃなかったら本当にちょっとストレスになってる、あまりにも遅すぎる。今回はアクリルスタンドキーホルダー武道館バージョンがいいな。お、ありがとうございます。今回のデザインはそうだね、盛大イベントもそうだし、武道館もなんか違う形にしたくて、シルエットが他の子たちと違うよね。
個人のこだわりは素敵ですが、こもりすぎると長続きしないからほどほどで、ね、いや長続きはする、ただ自分が大変になっちゃうだけで。そうなの、にゃん。では YouTube の編集続きます。あと30分、頑張るで。Yeah.